皆さんこんにちは、天運アーティストのあゆこです。本日は7月の11日になります。今日はですね、今月7月に買っていただきたいものについてのお話です。夏なので、買っていただきたいものも様々あるんですけれども、涼しさをね、もたらすようなグッズを買って、それをですね、自分の身近な人にできればちょっとプレゼントしていただきたいなと思うんですね。というのも、今月はやはり家族とか核とか育つっていうことがやっぱこうキーワードにあるので、いい意味でのこう種まきをしていただきたいなっていうのがあります。そして特にそれを形に表すっていうことが大事なので、夏だから、例えばこう涼しさを彷彿するような、そういうものを少し、自分の身近な大切な人にこれどうぞっていう感じでね、だからすごくこう高価なものを渡すとかじゃないんですよ。例えばかき氷を、どこかで買いました、でも自分が食べる分で買った分とプラス何か一つこう別に買って誰かにプレゼントするみたいな、まあそんなイメージでいいと思うんですね。例えばすごくよく冷えた冷たいものですね、飲み物ですとかね、そういうものをプレゼントする、まあ、そんな感覚でいいと思うんですよ。だから自分が買ったものを実は、誰かに渡すっていうことが今月は大事になってくるので、ぜひですね、実行していただきたいなと思っております。それでは今日の天運カラーと天運ナンバーいきたいと思うんですけれども、今日は色は黄色、そして、数字は6でございます。今日はですね、6というこの調和の方の数字、これをイメージしていただき、一日過ごしていただきたいなと思っております。今日も素敵な時間があなたにとって流れますようにお祈り申し上げます。天運アーティストあゆこでした。